またこう、ラディアルベースファンクション RBF っていうこうものがあるんですけど、これが、まあ、一応メジャーな関数で、まあ、式としては、まあ、こうこのようになって、まあ、2乗、まあ、データ間のその2乗誤差みたいなのを使ってでいくんですけど、これが割とこうとりあえずガウス仮定使うといったらこのカーネル関数が使われがちで、そうなんですけど、結局なんか結構こう出力する関数は絶対こう滑らかで無限微分可能って割とこう強い仮定のもとこの関数が動いているので、こうデータからこうモデルに移すっていう時には少し強すぎるっていう条件になっています。そこで、一応提案なんですけど、このカーネルの代わりにパターンカーネルっていうものを使おうと言っています。で、具体的な式がこうこの2つなんですけど、まあこうまあ、パラメータ V っていうのがあって、それでこう滑らかさをこういくらか調整できるっていうふうな関数になっています。で、V に何が入るかっていうと、大体はこう2分の3、2分の5っていうのが一般的に使われてるんで、例えばこう KM、まあ、V が2分の3だと上の KM32 で、V イコール2分の5だと KM52 ってその下の式になるんですけど、大体こういう式で、この2つでいくらか滑らかさを調整できる。で、先ほどのこの RBF のカーネル関数よりは、少し制約が抑えられている関数であるというので、これを使ってみようというふうに言われて、ね、シッシャラは主張しています。で、また、カーネル関数使ってこうガウス仮定をしていくんですけど、ここでもう一個問題があって。ガウス仮定っていうものはこう、まあ、実数全体をカバーしているのに対して、クオリティエスティメーションのタスクでその分のスコアみたいなのを予測するんですけど、その予測するスコアっていうのはこう実数全体ではなくて正の整数のみ、正の範囲のみってなっているので、まあ、少しこう範囲が違うっていう問題があるので、この範囲を合わせるためにこのワープド GP っていうのを使う、まあ、要するにこう、まあ、なんかうまい具合にラップしてあげるみたいなことを提案しています。で、まあその実数全体のものをこう正のものに合わせるためには、なんか普通はこうログを使っているんですけど、まあ、筆者らは、従来の研究から、こちらのこのようにしてこうなんか、タンジェント使って、まあ、出力をどんどんこうアイソーにわたって、出力どんどんこうかけていって、最終的に、FY っていうものを得るっていうふうなことを提案しています。で、 ABC っていうのがパラメータで、I はその、まあ、ニューラルネットで例えるとなんかその層の数っていうふうに言われていて、まあ、そのニューラルネットの層みたいなものをこう I を用意してどんどんこうなんかそれっぽくしていくっていうことを提案した、これを使うことを提案しています。で、これを提案したのが、まあ、一番最後のリファレンスのスライドにあるんですけど、まあ今回は省略します。で、実験です。実験としては先天数レベルのクオリティエスティメーションをやっていくことになるんですけど、まずざっとそのクオリティエスティメーションについて確認させていただくと、まあ、これは、オープンキーウィっていう、ACL の2019年の、論文にある図を引用したんですけど、まあ3種類の分ソースと、PE っていうのがポストエディットで、あとは MT、 これはあの機械翻訳システムが出力した分なので、こうソースっていうのが原言語で、
MT っていうのがこう出力したそのアウトプットとなる言語で、 PE っていうのはその MT の出力を人手でさらに編集したっていうものになっています。訓練時はこの3つが渡されて、機械翻訳の MT の出力分からその最終的に人手で編集した PE っていう分とのその編集距離みたいなものを出してあげて、まあ、どれだけ編集しなきゃいけないかみたいなのでこう、クオリティセンテンスレベルのクオリティのスコアを算出することになっています。でテストの時に、まあ、最終的にこうソース原言語と MT の出力部の2つだけこのポストエディとか隠された状態で渡されて、でそこからこうどれだけ編集しなきゃいけないかっていうのを予測するっていうタスクになっています。で、まあ、評価手法としては、まあ、割とこう答えの編集距離みたいなのがあるので、まあ、それとの一つ相関と、あとは、まあ、平均の絶対誤差 MAE ってやつですね、それを計算するっていうのがそのクオリティエスティメーションでの評価、まあ、あとはなんかこの下の青い2つは、今回筆者らが提案したそのクオリティエスティメーションだけじゃなくてそのガウス過程としての評価で、まあ、やっていることはシンプルで、ネガティブログライクリフとこう相場を取っていくっていうことを提案しています。一応ガウス過程としてはこちらの青い方で評価していくことになっています。で今回、カーネル関数2つ、あとはそのワープド GP その実数全体から整数整の範囲に、持っていくっていうための処理をいくつか提案したんですけど、まあ、やっていくこととしてはカーネル関数はそのベースラインのベジックな EQ カーネル、この RBF ってやつですね、とあとはその今回使った方がいいんじゃないかって提案した、マターンカーネルで、これは V の2分の3か2分の5によってこう式が2つあるのでこれ2つそれぞれやっています。であとその下のワープド GPS その実数全体から正の範囲に持っていくっていう処理を、まあ、しないものっていうのと、あと従来通りこうログで取ったものっていうのと、あとは先行研究のようにこうニューラルネットみたいな処理をしていく。でこれ、これもまたこうこれを何層用意するかっていうので変わってくるので、これは1層から3層用意してやっています。で一応クオリティエスティメーション回帰のタスクだとこの時は言われていたので、このガウス過程に使う回帰の指標その組成みたいなものは、ベースラインにあるクエストっていうところにの、まあ、15個の組成を使ったと書いてあります。で次にデータです。まあ、言語は3種類、英語とスペイン語、フランス語、英語、あと英語とドイツ語、その 3つあるんですけど、まあ、特にこう一番最後の英語ドイツ語っていうのが、この論文が書かれた年 WMT2016 のクオリティエスティメーションのタスクの4のデータセットなので、まあ、どちらかというとこう結果をこちらに注目していこうと思っています。で今回省略するんですけど、まあ2番目のフランス語と英語っていうのは、まあ、この3番目とデータの数が一緒だから似た傾向が出ているとか、で1番目のデータサイズはすごく他の2つと比べて小さいので、まあ、ちょっと、まあ、似たようまく学習できていなかったりとかそういう結果があるんですけど、今回は省略させていただきます。結果です。これは3番目の英語ドイツ語の WMT16 年その論文が書かれた年のデータセットでやった結果なんですけど、左からその左の2つはガウス過程の評価で、右の2つは一応クオリティエスティメーションとしての評価をしています。で今回こう上からずらっと上の行がこう
実数全体から線にラップしていないとか、まあ、あとはログ使ったとか、ニューラルネットっぽくそう何層使ったかっていうのが結果に書かれているんですけど、まあ、どこを見てもこう一応相関係数である、R っていうところが、まあ、ベースラインこの年 0.3 って0.351 だったんですけど、まあ、それは一応は超えているっていうことが分かっています。で、次なんですけど、その正の範囲に、持っていく処理をするか否か、操作をその正の範囲に持っていく操作をするか否かっていうの実験で、まあ、ありなしで比較すると、まあ、した方が割と結果は良くなっている。評価としてはこうガウス仮定の方の評価で比較するんですけど、まあ、そういう処理をした方が良くなっている。で次に、用いるカーネル、そのベーシックな RBF、まあ、今回 EQ って言われてるんですけど EQ を使うか、またあの V イコール2分の3か2分の5かっていうので何か違いがあるかって言われると、まあ、そのカーネル間でそんなに差はなかったっていうのが分かっています。で次に、その実数全体から正の範囲に落とし込むと持っていく操作をすると良くなったってあるんですけど、それを実際に、実際の予測の分布みたいなもので比較するっていうことをやっています。上の列が、そういうワープするっていうのを、用いない、そういうのしないもので、下の2つが、しているグラフになっています。で左側の、列が、予測割と正しく予測ができているとき、NLPD っていうその評価指標がその値がまあ割といいときで、右の値が、まあ予測が少し間違っているときの分布を比較しているんですけど、ワープしないときはこう全体もう全く予測の有無に関わらず変化がないのに対して、ある程度その下の行のワープを使うっていう方だと、正解に近いところに分布が集中しているということが分かっています。最後にコンクルージョンです。クオリティエスティメーションという、まあ、タスクでガス仮定を使うときにどう使ったらいいかっていうのを今回調べています。で結果からこう一応はこうカーネルの関数を変えてもあんまり変化がなくて、そうなんですけど、でもそのクオリティエスティメーションのスコアの範囲にそのワープGP というものでこううまく範囲を合わせてあげると、まあ、すごく効果があったっていうのを述べています。でクオリティエスティメーションには参加してないんですけど、一応ベースラインの、その結果を一応上回っています。最後にリファレンスです。上のやつがそのタンジェントでそのニューラルネットっぽく、ワープ GP を使うっていうものを、まあ、提案した論文で、まあ、下のところに、カーネル関数の資料が載っています。今回はこちらの2つを参考にさせていただきました。今回は、以上です。